全国サーキット攻略ガイド日本海マゼサーキット編。このコーナーはですね、各地のサーキット、これを走り込んでいる達人にですね、攻略法を聞くと、なのでプロドライバーというよりは本当にその場所で速い人ですねに話を聞いていくコーナーです。で今回は、日本海マゼサーキット、もうこっち日本海見えているんですけども、この攻略法を聞こうと。でその、今回の、講師はですね、よろしくお願いします。はい、デフィーのヒロエさんです。こんにちは、デフィーの広報をやってますヒロエです。はい、なんでまたこのコースをいつの間に走り込むようになっちゃったんですか？ですね、今年発売した DSDF の開発をやってる上で、はい、その GPS ロガーのデータ取りだとか、うん、はい、デフィーで初めてこうラップタイムをこう本格的にこうカウントする、ラップタイマーを搭載するんですけど、はい、それの見やすさだとか、はい、そういうのを検証するために、はい、マゼで日々テストをやって作りました。それはヒロエさんが走りたいからっつってここやってるわけじゃなくて、はい、仕事です。仕事で、はい、みんなスタッフの人にとにかく走ってこいと言われているからってことですね。はい、そうですね、わかりました。はい、じゃあ今日いろいろ教えてください。はい、了解しました。はい、マゼサーキットは全長 2000m、 意外にも高低差が大きいのが特徴だ。今回の取材車両はデフィーのデモカーの86。足回り、給排気などサーキット走行にも対応するオーソドックスなチューニングが施されている。まずはコース紹介がてら、ヒロエさんにぐるっと一周走ってもらおう。黄色いラインをカットしないように。コースインの最初はインベタで行ってもらって、試験員、ここで後ろから後続車両がないのって、レコードレーンに行きましょうかね。ここから少し上りです。ソックスコーナー、次も S 字です。ここは縁石が高いですよ。縁石高いんでね、気をつけましょう。ここ高速コーナーです。ここは、旋回しながらブレーキをかけるんで、ここは気をつけないと、基本的に厳しいですね。はい、最終コーナーです。デフィの看板を目指していきましょう。立ち上がって、はい、これで一周。ホームストレートのストレートエンドでだいたい167キロぐらいは出るのかな。2速、縁石ちょっと乗って立ち上がり、では本題の攻略ポイントを教えてもらう。ストレートがそこそこ長いもんで、旋回しながら、ブレーキングをするっていうシーンが、はい、1コーナーの進入、この7番ポスト、マゼの Z コーナーと言われてもですね、はい、2箇所の進入があります。なので、小さいコーナーから高速コーナーの、両方、いっぺんにこう、はい、練習できるっていうのはなかなかあまりこう ミニサーキットというもう枠は超えてると思うんですけど、なかなかマセサーキットぐらいしかないんじゃないかなって思います。路面のミューはどうですか？路面のミューはですね、いわゆるその FIA コニコスとか、よりは若干落ちるんですけど、基本的にはそれほど悪いミューではないと思いますけど、タイヤはわりかし減ります。なるほど、はい、まずは、ストレートを、はい、
こう駆け上がってくるイメージなんですね。そうですね、結構上りなんですね。走ってるとなかなか気づかないんですけど、はい、この高低差、で見て分かるようにずっとここ上っていくような形になります。はい、1コーナー、まあ、ここが一応1コーナーになってるんですけど、1コーナーから試験に向けて、減速しながら旋回していって試験に進むという形です。コーナーまずここ曲がってるところらへん、ちょうど曲がってるあたりでブレーキを開始するイメージですか？そうですね、まずは、この手前ぐらいからアクセルオフから始めていくのがここはいいと思います。はい、ここでは2速まで落としますか？そうですね、試験員のこの位置とこの位置の縁石はわりかし高いです。なんで、初心者の方はあまり乗らないで、はい、通過した方がいいです。上級者になれば乗って、姿勢が乱れてもある程度コントロールできるんで、まあ、ガサガサって乗っちゃう、魔法かタイムが良かったりもするんですけど、初心者の方とかは、まあ、僕はいつも、あまりお勧めしてません。はい、ここの理想は、はい、どの辺からアクセルを踏み始めればいいって感じですか？この基本的に待って待って我慢して、ここの立ち上がりからアクセルを入れるような形。ああ、そうなんですか。はい、はい、姿勢を安定させるためのアクセルオンぐらいにしといて、立ち上がりで基本的にアクセルペラッて踏み込むな感じなんですね。はい、で、立ち上がって上りになります。またさらにでフラットになりつつ旋回していくんで、ここも意外とアンダーステアとかが出やすくなるんで、基本的に突っ込み厳禁です。はい、わりかし皆さんミスしやすいのは、このやや真ん中ミドルのあたりからこう進入しちゃう方が多いんですけど、ここはなるべく外側に行って大きめに取ってクリップは奥に取るっていうのが、ここ登って、フラットになった瞬間にこう減速しすぎたりとか、まあ、突っ込みすぎたりとかして、はい、うまくこう走れなくなっちゃうんですけど、うん、だここも結構難しくて、よくありがちなのは真ん中ぐらいからインベタっぽく来ちゃって、はい、ここが苦しく、出口が苦しくなる。はいはいはい、なんとなく真ん中から入ってしまいました。そう、真ん中から入っちゃうんですよね。ここ苦しいですよ、やっぱり。ここ苦しいです、はいはい、で結局その区間でアクセル踏むのが遅れちゃって、ここまでの加速ができなくなる。はい、で次の S 字に向けてここは2で立ち上がって3で入ってっていう形まで加速できるんで、はい、ここ意外と大事。でここもですね、目いっぱいアウトから行って、はい、ここで緩いんですけど、これが結構きついです。はい、でまたここの縁石も結構厄介で高いんで、はい、乱れやすい。乱れやすい。なんで乗らないのか、はい、外からイン、はい、奥目にこうクリップを取って、なるべく外外をこう来て、ここやっぱちょっとこう行きたくなっちゃうんですけど、はい、気をつけて。ね、ちょっと腰高の FX とかはここの縁石変に乗ると片輪走行になっちゃったりとかすることもあるので、そこのぐらい縁石は高いです。はい、ここはでもこう例えばこうちょっと こういう感じで入っていったとして、はい、こっちはアウトまで行っていいんですか？アウトまで行かないとダメです。行かないとですよね。はい、そうですよね。アウトまで綺麗に膨らむように行かないと、はい、でやっぱりここも次の長い直線というか、はい、ほぼ全開区間があるんで、はい、やっぱここでいかにアクセルを早めに踏んで全開でいけるかっていうのが、うん、タイムアップにつながるようになって、うん、はい、うん、で今度ですね、はい、ここから立ち上がるじゃないですか。はい、でまあずっと全開全開全開って振るんですけど、はい、これ大体の車が全開ですか？全開です。大体の車が全開。はいはい、ここ全開で僕が躊躇したのは3号 GTR だったんです。はい、じゃあ基本はまあこうずっとラインもそんなに神経質にならなくても全開できる。はい、はい、基本的に、まあ、なるべくセオリー通り直線的に取れるようなラインでこう来る。はい、でちょうどブレーキングをし始めるってことですよね。そうですね。実際コースを見ると明らかに ここからこう進入だなっていう感じのところが分かるんですけど、はい、弱めの柔らかいブレーキで、長く減速するようなイメージのがここを決めやすいですね。ガーンって突っ込みすぎるとボトムも落としちゃうし、はい、かえって姿勢を乱したりとかする可能性があるんで、はい、最初のうちは緩く弱いく長いブレーキで、はい、姿勢を整えながらアプローチをした方がここはいいと。走
86クラスで、ここのボトム速度は多分90キロ近く実は出るんですよ、はい、で意外とこうコーナーが緩いんで出るんですけど、そこまで あのアプローチがもう難しいので、左側に G がこうかかったままグッと曲げなきゃいけないので、はい、でその次がまた、R のきついヘアピンが待ってますので、ここでやっぱり速度も落とさなきゃいけないんですから、はい、なるべく姿勢を安定させて速く曲がるっていうのが、ここの攻略のコツだと思います。なるほど、はい、ここ本当きついですね。ここはきついですね、はい、はい、ここイン側にペタペタってついてるっていうイメージじゃなくて、さっきのコーナーと同じで、ある程度奥目のところをさらっていく感じなんですか。そうですね、ここも奥目のところで、まあ、この部分ぐらいのところの縁石を狙っていくようなイメージ で、ここもやっぱり高いんで、なるべく縁石は乗らない方のがいいと思います。ってことなんですね、はい、こっちは縁石まで行きますか。行きます。やっぱり行きますよね。行きます。行きますよね。行きます、はい。でまあ、ここ立ち上がってずっと外側をこう粒状にこう舐めていって、はい、ここの縁石は、おそらく、はい、速度が上がってきて上達してくると、ここの縁石おそらく乗ります。乗りますね、はいはい、乗って、はい、この辺にあるデキの看板を、看板があります。あるんですね、はい、今度はよく皆さん見てください。はいはい、分かりました。そのデキの看板をめがけてブレーキングを開始していってください。ということなんですね、はいはい、あとはここは、まあ、ちょっとさっき僕ね2速で言っちゃったんですけど、はい、3速ですね。基本3速の方がいいと思います。ですよね、はいはい、2速で走るのは意外とロングのギアの LC のロードスターとかはいいですね。ああそうですか、はい、あとは大体3です、ね、大体3ですか、はい。あのどうでしょう、イメージとしてはその先ほど看板に目がけてブレーキングっておっしゃいましたけど、はい、ブレーキ自体は強いですか。やっぱりここをガツンって行きたいところなんですけど、フルストローク、要はフルボトムをさせちゃうと、意外とここの奥が深いので、はい、逆にやっぱアンダーっぽくなっちゃうんですね、はい、で結構アンダーとの戦いなんでここ、うんうん、逆アンダーっぽく走った方が多分安全だと思うんですけど、ここもまた輪郭が遠赤が意外と高いんで、はい、綺麗に走った方がいいですね。で立ち上がりを必ず外側の遠赤に乗っていく、はい、で広井さんのこちらでスクールをやりになっているんですけど、はい、これは定期的ですか。はい、一応、3月から、11月までの間、はい、毎月1回、マゼさんの、コースの走行枠の中で、初心者と、コンパクトカー、まあ、軽自動車だとかウェブスピード的に言うとスポールドライツ系、はい、の、走行枠の人が大きなでっかいターボ車なんかと走るのがちょっと怖いっていう人のために、うん、そういう枠を、午前中、月1回取ってますね、はい、興味がある方はぜひ、はい、それもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。最後に今回の内容を凝縮したひろえさんのタイムアタックを見ていただこう。から踏んでデフで曲げるってやつですかね。立ち上がらないとここのスピードが乗りません。ボトムは90キロ以上出てます。